東京 FM ホールは東京都千代田区工事町にある FM センタービル内にある多目的ホールである。1985年11月23日、株式会社 FM 東京の本社移転に伴い移転先である東京都千代田区の FM センタービル内に開館した多目的イベントホールである。開業当初は FM 東京ホールと名乗っていたが、1990年10月1日に、 FM 東京が愛称を東京 FM に変更したことに伴い、名称を現在の東京 FM ホールに変更した。コケラ落としは、株式会社 FM 東京の新社屋、移転記念特別番組として1985年11月23日に放送された、サダオ85の公開生放送である。様々な用途に柔軟に対応できる構造になっており、 座席数は用途に応じて最大308席まで増設が可能な可変式座席が採用されている。東京 FM が運営しているため JFN 系列局で放送されている番組の公開収録で使用される頻度が高いが、ラジオ日経アイドルジェネレーションやラジオ日本、菊池亜美の午前1時9といった同業他社の公開収録が行われたり、音楽ライブやミュージカル、 大規模な会議など、使用目的は多岐にわたる。他にも東京 FM 少年合唱団の練習の拠点として使用されている。また、過去には、R、R-1 グランプリ、東京予選会場としての使用や、富士テレビネクストで放送された、フォークデイズの公開録画で使用されるなど、テレビ番組のスタジオとしても使用されている。東京都千代田区工事町 1-7FM センタービル2階。 内堀通り沿いにあり、半蔵門の目の前にある。ありがとうございます。